行きたくなる夏の風物詩お化け屋敷。最新のユニークなものから新手まで一挙ご紹介。身の気が弱く時間をたっぷりご堪能ください。まずはリアルすぎる史上最強のお化け屋敷に向かったのは京都にある東映太秦映画村。タイムスリップしたかのような江戸の街並みのオープンセットが自慢。今も映画や時代劇で使用されています。こちら史上最強のお化け屋敷でございます。怖い関西のお化け屋敷でここは外せません。中のセットや小道具は映画の美術スタッフが忠実に造形。さらにプロの役者さんが演じる人形だからこそ倍の恐怖が。まさに史上最強のお化け屋敷。まずはどれだけ怖いのか市川さんが一人で体験。さあということでやってまいりました日本家屋のいやーめちゃくちゃ楽しかった。すっごいもうひんやりする。びっくりするじゃないですか。続いて小倉さん高木さんが体験。しっかりお化け屋敷内容をリポートしてもらいます。髪の長めの男の人が時代劇しながら本来なら5分ぐらいでゴールなのですが20分かけてじっくり満喫し、しっかりリポートしましたよ。めっちゃ怖い。サウナでしょ。サウナちゃんとかまた太秦映画村には2年前から巨大なエヴァンゲリオンが登場。高さ15メートル、初号機のコックピットに乗れるのは世界でここだけ。今月16日からは暑い夏を吹き飛ばすウォーターイベントも開催。お化け屋敷と一緒にひんやりな体験を楽しんでください。続いては先日18分間の密室空間エキスポシーにやってました。エキスポシーといえば日本一の高さ123メートルもある巨大観覧車。本来なら大阪の街が一望できる絶景なのですが、今回体験したものはあちらです。地獄のゾンビ観覧車。他のと比べてめちゃめちゃ恐ろしい感じで出ますよ。最強観覧車でございます。2年前から開催している地獄のゾンビ観覧車、今年はさらにバージョンアップ。内容が一新され7月新たに登場。今日未明生物学研究所からゾンビウイルスが研究所外部に漏れ出してしまったとの報告があり、付近への立ち入りを禁止しています。ゾンビに追いかけられ観覧車に逃げ込んだという設定。乗り込めば逃げ場のない18分間の恐怖の密室空間。サングラスをして視界を遮り、ヘッドホンから聞こえる立体音響で楽しむ新感覚ホラーアトラクション。ゾンビのうめき声や足音などすぐそばにいるかのような臨場感。途中サングラスを外すと、窓に、ほら
また暗黒の色をしたゾンビドリンクも販売。恐怖で叫びまくった後、水分補給も忘れずに。続いては唯一無二謎解きお化け屋敷。こちらです。京都音量館でございます。雫の音はすごい聞こえてます ね、はい。4年前にオープンした京都音量館、実はこちらお化け屋敷だけでなく、みんながニタニタ笑いながらこっち見て手招きしてるじゃん。こっちこっちこっち来いよ。プロの怪談師による世にも怖い怪談が楽しめます。さらに自分が体験した恐怖体験を話し、そのストーリーの買い取りもしてくれるんです。怪談でひんやりしたところでお化け屋敷へ。廃墟の旅館がテーマで、女性の怨霊が心臓を探してさまよっているという空間。心臓を見つけるミッションをクリアする謎解きお化け屋敷。